令和の虎、その思いを金に変えろ。ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずはご経歴をお願いします。鈴木慎、42歳、東京都在住、東京工芸大学芸術学部写真学科卒業、現在写真家で活動しております。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は600万円、出資形態は投資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は。誰もが本当の写真と写真で生きていく、最も自然な表情が撮れる新しい写真館を育て、日本中に広げていきたい。オールオアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。はい、それでは鈴木様の簡単な経歴を教えてください。広告写真家として活動する一方で、写真を通じた教育活動をしております。その一環で、個人向けの写真館を経営しておりまして、その写真館を目指す方々の育成も同時にしています。では鈴木さんの今回の事業プランをまずは手短に教えてください。今回僕たちが育成した写真館を目指すフォトグラファーが盛岡にお店を出店するにあたっての出店費用を投資していただきたいと思ってきています。岩手県の盛岡市に新しく店舗を出されると、はい、その金額を今日は取りに来たと、はい、ですよね、うん、どんなお店になるんですか。僕たちがやっている写真館というのは表情を撮る写真館と言ってまして、最も自然な表情を撮影する写真館を作りたいと思っています。今日は実際に写真を撮っていただくというところですので、はいはい、もうまずは皆さんの、はい、虎の皆さんの写真撮影をしていただけるんですよね、はい、そうです。写真撮影するんですか今から。そうなんです。あ、そうなんですか、ね、こちらにも今日はする準備もしております、はいはい、というところでまずは皆さんの写真撮影しましょうか。まず、はい、しますか。はい、わかりました。なんかね、この空気感が結構緊張して進みづらいかもしれないので、わかりました。まずはどんな写真なのかっていうのを体験していただきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。僕たちの写真館は速さを一つ商品の売りにしています。写真館っていうとご存知かもしれませんが、予約して行ってかかる時間っていうのがわからないところがとても多いです。でも僕らの場合は15分から90分の枠を設けておりまして、値段と内容によって、まあ、メニューを持ってるんですけど、体験したい方は15分で写真の受付から写真をお渡しするところまでというのと、1時間でというのと90分でというのを設けておりまして、今日はその中でも一番ライトな体験イベント、15分ですねというのと、プロフィール写真撮影というメニューもあるので、それを掛け合わせたものを体験していただこうと思いますので、もし、良い写真になれば皆さんがそのまま、お使いいただけるようなものを撮れればと思っております。はい、すぐ撮ったものがこちらに出るので、ここで良い悪いというものを判断していただくこともできますし、どういうものが撮られているかというのも見ていただくことができます。これは写真館でも同様にこのシステムでやっております。鈴木さんがこの盛岡店をやるんじゃなくて、生徒さんが出店するお金を出してほしい。いや、一緒にやります。一緒に。はい。僕らが、お店、彼はフォトグラファーとしては、すごく腕が立つんですが、経営をできるわけではなくて、僕が今まで一応、見よう見真似でやってきた写真のビジネスの形が、と、店舗経営のビジネスのやり方があるので、それをうまく彼らに伝えながらやりたいっていうのがあるので、僕たちが監督というか、はい、既存のお店はやりながらってことですか。そうです、はい、でもチェーンとかフランチャイズにするのではなくて、最終的には彼のものにしてあげたいという思いがあって、それは彼だけじゃなくて、この後後続で立ち上がってくるいろんな写真館というか、写真館を目指している人たちにこういう形ができるっていうのを実現したいと思って、やろうと思っています。監修ってことですか。
鈴木さん監修、そうですね、店ができる、はい、でその方は今日来られてない、ないです、はい、わかりました。じゃあこれが僕のツイッターの写真になるわけですね。え、そうしていただけたら光栄ですけれども、どのような感じの人柄に見えるとよろしいでしょうか。なんだこいつはっていう感じしてもらう。あ、なんだこいつは、はい、はい。じゃあですね、もう少しだけこちら側に、はい、ありがとうございます。では下ろしてみましょう。はい、はい、じゃあ竹内社長が、はい、これだけ豊満な体になってしまったのはなぜでしょうか。今の妻がデブ戦で彼女に惚れてほしくて、はい、あ、でも愛の結晶です。なるほど、はい、それはしょうがないですね。じゃあそんな奥様のここは直してほしいところお願いします。はい、まあ、ないですね。ないですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、いや、すいません、恐縮です、ありがとうございます。じゃあ島田社長、はい、お願いします。島屋でお願いします。島屋で、はい、ありがとうございます。優しそうな、お願いしやすそうな感じでいいですか。はい、お体を竹内社長と同じように少し、はい、ありがとうございます。じゃあ、ここは平山の力をお借りしてもいいですか。いやいやいや、はい、大人の方にはこういうコミュニケーションしながらなんですけど、うん、お子さんには道具とか使ってちょっとコミュニケーションしたりするんで、それもちょっと、はい、そうです、まさに平山はチェーン店の店長上がりなので、そういうのが得意なので、うん、はい、じゃあ今お子さんだから黄色いとこ、黄色いとこピンクの友達が好きですか。ですかはおかしい、ですかはおかしい、ですかはおかしい、はいはいはい、うん、これ離したらどうなるかわかる。え、こっちにかけそうなりきってください、5歳児に。そう、なりきりましょう。お前が離したらどうなると思う。そっちに飛んじゃう。よし、じゃあやってみちゃおうかな。あ、いいですね、いいですね。しば、カメラも見てね、カメラも見てね。あ、いいです、かわいい。じゃあね、いきますよ。はい、メイクバーだ。せーの。はい、はい、OK です。ありがとうございます。おー、いい笑顔ですね。いい笑顔です。来そうです、仕事が。じゃあ、アンナさんお願いします。はい、アルクさんお願いします。スティーブ・ジョブズみたいな写真ですね、あれ。好みの志願者はどういう。ハキハキ喋ってくれる人が好みです。はい、気をつけたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ高澤社長お願いします。はい、ご要望ございますか。外国人にモテる、うん、おお、わかりました。日本人じゃないですか。わかりました。腕を軽く組んでいただいて、あ、もうまさにジョブスやりたいんですよ。こういうの行きたいんですよ。あ、これは何ですか。ちょっとモテ色モテ色、ネオンの、ね、色みたいな、はい、青かな。肩の力抜きましょう。もう少しお体を奥に振ってください。あ、お顔、ごめんなさい、そうですね、お顔だけもう少し奥に振ります。好きな女性のタイプは。はい、OK です、ありがとうございます。モテた暁のモテたい、どういう女性にモテたいかですね。では最後林さんお願いします。僕はよく怪しげに生まれるんで爽やかに。あ、わかりました。はい、はい、じゃあいきますよ。お顔もう少しだけ正面で。あ、でも僕あれです、今日お会いしてこんなにイケメンなんだってちょっと正直びっくりしました。お金出してもらおうと。いや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 、違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない。じゃあお金のどういうところが好きなんですか。みんなに喜んでもらえる。はい、 OK、 ありがとうございます。すいません、長く伺っちゃって。こんな感じでコミュニケーションを取りながら、はい、撮影させていただいております。自然な表情が撮れる新しい写真館を日本中に広げたい。撮影の実践を経て虎たちが心をつかまれる。開始早々
空気を作り上げる志願者。続く議論で事業計画を掘り下げる。実際に皆さんには写真をですね、プロフィール写真という形で体験してもらいましたけれども、はい、まあ、このような形で皆さんに喜んでいただきたいと。あ、だけど実績集見させていただきましたけど、え、あれ鈴木さんだったのっていうのとかいっぱいありますよね。こんな実績集をね、こんなちゃんとした本で出した人なんかまずいないし、あの JR のあの広告マジって思いました。ありがとうございます。あれやっぱ一番有名ですか。あれとか、あの毎シーズン出るので、あ、毎年出るのであれ有名ですけど、今は僕はもう撮ってなくて。そうなんですか。はい。あとは大河ドラマの平清盛の広告とか、あとはサントリーの角ハイボールの井川遥さんの広告はだいぶ長く。あ、そうなんですか。みんな見たことあるんじゃないですか、あのこうねポスターは。そうですね。これだよ、これこの全部雪のせいだのシリーズ、はじめがそうだったとか、結構な、そうですね、その最初の、はい、コロナ前ぐらいまでは。これすごいよね。それが一つ、この写真館を始めるきっかけというか、2011年に東日本大震災があって、で、僕の地元福島だったんですけど、それで何か活動をしたいなと思って、フリーマーケットをやった時に、プロフィール写真撮影のブースを作ったんですよ。で、その時ってツイッターとかフェイスブックとか皆さんが使い始める時期だったので、たくさん人が並ばれて、で、あ、こういう自分の写真を自分が好きなものを撮れるようにというか、自分が納得いく自分の写真を公の場にプロフィール写真として使う時代がいつか来るんだなって思ったところから、写真館っていうものを始めたんですね。で、ご存知かと思うんですけど、広告の写真っていろんな決済者がいる中で写真を撮っていかなければいけないので、被写体の方にも楽しんでいただきたいですし、デザインする方とか、あとは代理店の方とか、スポンサーの方、皆さんに納得していただける写真を撮らなければいけないんですけど、その意見が違う場合もあったりして、自分は誰の、まあ、全員のカバーしつつも、その本来の目的であるスポンサーさんの商品が売れるようにするためということに一丸となれないことが意外と多かったんですね。なので、個人と個人であれば、被写体でありお客様であるので決済がスムーズですので、クオリティをこちらが今みたいにご提案させていただく内容をこの方がいいと思えばお金を払っていただく、その対価を支払っていただけるっていう関係がシンプルなので、B2B の広告の仕事をやりながら2011年から B2C の写真館の事業を始めて今に至っている。今せっかくね、撮影で撮ったところに、株式会社アドヨス代表高澤祐希、イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開、一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人。誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。今せっかくね、撮影で撮ったところにちょっとだけもう一回戻りたいんですけど、はい、でこれ今撮ったじゃないですか、はい、で今結構こう早いバージョンだったのかなとも思うんですけど、はい、これをもうなんか自動でセレクトしていくとか、その速さみたいなところが鈴木さんのなんかこう強みというか、そういうところですか。そうですね、写真館のテーマが楽しい写真体験というふうに言ってるんですけど、楽しい写真体験って今みたいに、あ、楽しかったっていうことではなくて、驚く、いろんなことで驚いていただくのが本当の意味で楽しいだと思ってるんで、撮るのも早いですし、今セレクトしちゃったんですけど、セレクトさせていただいてご覧になっていただいて、でエアドロップで皆さんにお渡しして、ご自身の端末まで見ていただくっていう、その時間ももちろん驚きの一つというふうに考えてはいます。で、自動化されてるんではなくて、一緒に写真を選ぶことも、例えば今撮らせていただいた中でどの写真がいいかって人によって違うと思うんですよ、うん、で竹内社長がいいと思うお写真ってこの中だったら真ん中の上ですかね。うん、確かに。ああ、真ん中の上もいいね。他にいいと思われるものあったりしますか？左下もいいんじゃないですか。首の角度が一番こう反れてるのはこれなんで、リアル笑顔かなっていう。なるほどね。はい、あ、そっか、それもいい。
左下かも確かに。しまやもなんか俳優みたいだね。すごい。すごいね。写真の力かな。やっぱこれですかね、この手が。やっぱそれいいですね。これいいね、これね。うん、そう、岩井さんも撮ってもらえばよかったね。マジシャンみたいですね。ね、ほんとね。言えばよかったね。うん、こうやって皆さんで一緒に選ぶのって、なんかスポーツを観戦するとか、ゲームをするみたいな感覚で選べるじゃないですか。それをご一緒に立ち会わせていただいて、ここ提案させていただくみたいなのも、写真のセレクトとして必ず。僕は下左好きだけどね。うん、左下好きだよね。おぉ。おぉ。ずるいよ。モテるがテーマでしたからね。あ、そうですね。真ん中ですかね。真ん中。はい。右もいいですか、ね、僕は右だな。うん。じゃあ右行きます。左下怪しい林さんっぽいじゃないですか。なんか下いいな、いいね、なんか投資とか、ね、怪しげな商品進めてきそうだね。いい話あるよっつって林さんって爽やかだったら下の真ん中かな。あ、確かに下の真ん中は爽やかでいいですね。ただでもどうですか、他の写真館も実際に写真を選ぶときってこうやって選びませんかね。選ぶところもありますし、あとお客様に丸々お任せしてしまうところと、 あとはセレクトしないで何十点何百点と収めるところがあるんですけど、僕の撮影の場合で指名していただくんですけど、それは20点で、スタッフの場合は10点みたいな、こうあえて枚数を少なくするんですね。そのことによってこう絞り込んでいくので、お客様にとってもなんでその写真を自分がめでるかとかいいと思えるかってことをこうやって詰めて、知っていただくんです。で、その教育っていうとちょっとおこがましいんですけど、ただ写真をもらうだけじゃなくて、いい写真って何なのかとか、いい写真体験って何なのかとか、なんで自分がそれを好きなのかっていう写真を通じた教養が広がるみたいなことを体験していただきたいので、写真館と言ってるんですけど、商品は写真体験というふうに言うようにしています。これちょっと資料に入っていってもよろしいですか？写真、すぐ近くにある写真の大学があるんですけど、そこで4年間写真を勉強しまして、広告写真の制作会社で、キャリアを積みました。その後、3年でそこから独立するんですけど、それ以来はずっと自分個人でやってきたんですが、2019年に法人にしまして、教育事業というふうに言ってるんですけど、ちょっと後でも出てくるんですが、教えて育てるっていう字を書くのが教育かと思うんですけど、僕は教えることって教わることだと思っていて、自分が知ってることを参加した方に理解していただくのは、その方の価値観を理解しないとちゃんと伝わらないっていうふうに思っているので、教えて育てるんではなくて教え合うっていう意味で教育事業というふうに、言葉を使ってます。なのでちょっと今日教育って何回も言ってしまうかと思うんですが、僕の中では教育というふうに言いたいです。もともとは広告のフォトグラファーとして長く仕事をしてきたので、このような先ほど、はい、ご覧になっていただいた、お写真を撮影させていただいてきています。なので、いろんな企業の広告戦略とかに携わってきたので、自分で小さいながら企業のブランディングっていうのに触らせていただくということも、今一つの事業としてやっています。これ1号店の売り上げって今いくらぐらいなんですか？はい。僕がやっている会社自体の売り上げが今 1.2 億で、スタッフは、従業員と業務委託、アルバイト含めて9名でやっております。その中で、広告とかブランディングの売り上げが 39%、だいたい 39% で、写真館の授業は 38% で、教育の部分が 23% ぐらいの割合で、やっております。盛岡はだいたいどれぐらいの売り上げを？株式会社お客様皆様おかげ様代表島田貴文、通称しまやん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ店舗プロデュースなど、人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber しまやん、志願者の味をどう引き出す。盛岡はだいたいどれぐらいの売り上げを予測してるんですか？盛岡は初年度で1000万いかないんじゃないかと思ってます。ビジネスプランをめぐり議論は展開。思いをぶつける志願者。
完全オールを引き寄せるため勝負を仕掛ける。次回怒涛の後半戦、物語の結末を見逃すな。今までの令和の虎見てませんね。いや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 。